山松市で公開された大田隆文監督による日本映画。青い青い空が最終的な正式タイトルであり、このタイトルで翌2011年に東京都、千葉県でも公開された。東京公開に合わせて公式 HP、監督ブログ、チラシ、ポスターはすべて青い青い空で統一された。タイトルに関する事情は口述する。 ロスアンゼルスで開催されたジャパンフィルムフェスティバル2011に出品された。静岡県浜松市を舞台にした映画で浜名湖園ための賛同を得て2007年に浜松、浜名湖地域振興映画制作プロジェクトの第2弾として制作が開始された。映画制作は通常大手企業が資金などを提供しているが この作品の制作資金はすべて地元の有志の寄付によって賄われた。この作品は当初、書道ガールズのタイトルで制作が進められていたが、後発の日本テレビ制作の映画、書道ガールズ。私たちの甲子園が2010年5月に先んじて公開されたため、タイトル変更を余儀なくされた。浜松ではすでに新聞、 テレビ報道によって、書道ガールズのタイトルが浸透していたため、書道ガールズ青や青い空のタイトルで公開されたが、最終的なタイトルは、青や青い空に決められ、映画本編とパンフレットでは、浜松の上映でもこのタイトルが用いられている。この新たなタイトルは、劇中でも挿入歌として使用される、安倍里江の作詞、作曲、歌唱による、主題歌、 青い青い空から撮られた。後半50分は涙の連続と話題になり、先行公開された浜松では3ヶ月を超えるロングラン公開で観客は2万人を超えた。この作品は出演した長戸博之の映画作品の良い作となった。高校生活を送る雅子は大学受験のことで母と対立、1年も口を聞いていない。 そんなある日、親友の美里から書道部に入部を誘われる。顧問は、ヤンキー教師の八代の言葉が応援のように聞こえた。そんな書道部の部員は、誰も口をきかない三吉子、ダイエットに、夢中のトンコ、マサコに、片思いのタクや書道の有段者なのに、マサコたちをバカにするみちる。そんな個性的な面々が次第に絆を持ち、友情を深めていく。 ありがとうございます。